どうも。最近は寒い日が結構続いていますが、皆様お風邪などをお召しになっておりませんでしょうか。気象庁によりますとですね、週末にはこの天気も回復し、徐々に暖かくなっていくということですので、春の訪れを感じつつこの動画を噛み締めてもらいたいと思いますので、皆様はお風邪などを召しますよう、あったかくしてこの動画をご覧にいただき遊ばしますようよろしくお願いします。ということで、毎日動画更新中のモンスーン初吉です。関東クラシックスの動画はまだまだ続きますので、非常に見ている方もね、非常に飽き飽きとしてしまう可能性もありますので、一応秋田は NG コメでね、秋田っつったらもう排除していくんでよろしくお願いします。ついてこれる方だけついてきてくれればなと思います。じゃあついてこれない方はどうすればいいんだっつって、俺ついていけねえんだけどどうすればいいんだっつって方は、まあうぽつのコメントの後にマイリストを登録し、ブラウザバックし、おのおののお好きな動画を検索し、その動画をご視聴遊ばせれば良いのかと思います。でも本当はこの動画を見てほしいです、僕は。ずーっと僕との動画を、僕と一緒に添い遂げてほしい。この関東クラシックスの荒波を今日も頑張ります。ミア、スイス、ジュネーブ州、ミアテナカ、ミアテナカさん、大変よろしくお願いします。え、ワイテンパーティー初代パですねって言おうとおっしゃった。当たり前だろっつの。海流カビ。まあ、三代いるよ。いるよな、そら。ピクシー、ディンフー、カイリキーとなっておりまして。これをどうするかというと、まあ、初手プテラは、そりゃそうだと。相手ステロマークポケモンピクシーのみだな。ピクシーのみですね。まあ、初手フーディンでマジミラはできない、プテラ相手だと。誰を誰で相手するかっていうのを決めておこう。とりあえず、カビゴン、カイリュウ、カイリキ、いるから、カイリキはやっぱマタドガスで相手したいよね。カイリキはマタドガスで相手したい。ピクシーあたりはカビゴン。そうね、カイリュウはね、どうすかな、カビゴン、カイリュウ。なんだ。サンダーか。カイリピーか。ピクシーか。マタドガスの負担がパないな。まあ、スターミーで。そうだな。カイリキーはスターミーがいるし。バタフリーもいるし。怪力やマタドガスで相手する必要はない気がする。カビゴン、怪力あたりマタドガスで始末して。逆にカビゴンはフーディンだな。カビゴンフーディン。あとは流れで。詰めたら、詰みますよ、あいつは。バタフリーはね。詰めたら詰む感じで。で、ここ誰に変えるかだな。レーパンか。耐えるよな。さすがに。耐えていただいて、後に、まあ、残して、スターミーかな。ここ、バクパンかな。だよな。バクパンだよな、ここ。ただ、レーパンで来るなら、相手の度量も知れたものは、オッケー。よし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 。まあ、ここ再起ね行きたいんですが。
もしここで小さくなる詰めたら全抜きもあり得るか。小さくなるってピクシーの天然どうなんだっけ。そうだな、相手最近やっぱ最近ね結構通るし、あ通った、危ねえ危ない危ない、ノーガードだからね。おっぱい雷パンチ持ってる、耐えるよね、耐えてくんないと困るよ、耐える、オッケー。バレパン耐えるか。バレイとパンティ耐えるのかお前、バレイとパンチ耐えないな。残したい、うーん残したいよ、バレットパンチ耐えない、あー耐えるかな、いや耐えないかな。耐えない耐えない、うん無理だよ絶対、さすがに無理。レアコイルいくか、素早さ勝ってんだろ、レアコイルいった方がいいんじゃないか、バレットパンチ受けてその方がいいんじゃないですか。ディンフィーサンダー、相手でも結構早いんだよな、比較的早いポケモン多い、スターミー自己再生できる、バレットパンチ打ってくる保証ないけど、雷パンチ統計からいくとここ雷パンチだろ、バレットパンチない場合は。だったらレアコイルに変えた方がいい。引っ込める、はあそうか、バレットパンチなさそうな、もしくは落ちないと思ったのか。これどうなんだ、マジックガードだけど、これはカビゴンでキャッチするか、ディンフ。でも気合玉か、気合玉なんて当たらんやろみたいな。電磁波でもいいんじゃない、レアコイルって何何っていうか、レアコイルって役割ある、電磁波して、それにしてもきついか、相手も気合玉なかったらこの組み合わせはきついと思うんだが、カビゴン行ってみる、気合玉なんて当たらんやろとか言ってね。フーディーを、素早さ高いポケモンをね殺しておきたい。あざ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 あ、くっす、角に取れんのそれ、取れんの、取れるー、取れないか、取れるー、これ取れるなー、椅子割るだろうこれ絶対、これ椅子割るよ相手、取れるんだから角煮が、これはミスったなー、ミスったミスった、あざあざあざ、くっそ耐えろ、あー D にもうちょい、あー D 振ってないんだよあんまね、ちょっと B に咲いてんだよね、甘さが出た、今のちょっと甘さが出たな、プテラ行くか、しょうがない、ここはシャアなしのプテラか、でもなプテラで岩なだれで落とせなかったらどうせ同じことなんだよな、相手3台いるからプテラちょっと打点に残しておきたい、レアコイルだな。ちょ、カビゴンの死はマジで痛いんだが。今のマジミスだな。今のガチミス。ガチミスだよ。電磁波。まあ、外してくれ、外してくれ、外してくれ。当てるね。やるね。やりますね、あなた。結構。電磁波して。機能を停止させとくしかレアコイルにするすべきことはないぞ。これ10万が通るから10万だよね。やはりこうなった以上、こうなった以上積みポケで積むしかない、やはりこうなった以上、すなわちシャドボがあんのか、シャドボがあんのか、シャドボがあるんか、
そうか。スターミーって自己再生してシャドーボール、バカになんないからな。シャドーボールで落とされるな。これプテラで倒しておくしかないな。あー、マジでミスったー。気合玉外しとけ。自信。いや、ちょっと怖いから、岩なだりにしとこう。ちょっと、怖いから。岩なだりにし、危ない危ない。さすがにね。うん。リンク落として。これピクシーどうする？積まれる前に殺すしかない説。ザップ。ライザップみたいなやつ出て、お！サンダーか。これ、下手したら岩なだれ。ひるんだらいけるな。いけるか。ひるめ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 かー、切り払い。あーけど、なるほど。切り払いで、ステルスロックを、あれするわけか。なるほどね。ただ逆にここで、サンダーを処理できるならば、美味しいと。美味しいんじゃない？これは。切り払いされたけど。ステロ負けるもんね。次で。このプテラを捨てていけば。ドラゴナイト。あ、ドラゲナイか。神速で落ちるってわけか。ステロは任せないよと。させないよ、みたいな。でも割といい勝負してんな。一時はどうなることかと思ったけど、カビピクシー怪力だから、怪竜だから、追い風を負ける必要はないんだよな。神速もしかしたら耐えるんじゃないかっていう説あるよね。カビピクシーあんまりプテラいる必要ないから。でマタドガスでね、受けれんだよね。マタドガスで受けれるんだよな、神速だったらば。神速地に来ただろ。変えよ。プテラまだ。まだある。サイクル戦になれば海流にステロが入ることもあるだろう。よしよし。鬼火で。変えてきても、いいよ。鬼火が入るから。挑発はないだろ、ドラゴナイトに。挑発はないんだろう。竜の舞、美味しい。クリアスモックがある。ただここで鬼火が当たらないことには始まらないよ。外したら死刑な。はい、オッケー。あぶね、今の流れ死刑の流れだよ。ガキデカみたいな。ガキデカガキデカっつってわかんないよな。俺だって世代じゃないもん。死刑っていうね。ただ、おそ松くんが流行ってるから、ガキデカも流行るんじゃないの？激輪。全然耐える。急所じゃなければな。さっきから急所ゲーがやばいからな。これで能力変化を元に戻して。今んとこ痛み分けでもよかったな。まあ、いちいち交換でええわ。激輪。オッケーオッケー。痛み分け、痛みを分かち合っていく攻撃。もしかしたら引いてくることもあるか。まあこのドラゴナイトはもう怖くないんでないと思うけど、そんなことは。一応鬼火しとく。一応鬼火しとくか。変えないよね。よし、うまい、うまし。ま、これで、もう一回鬼火。クリアスモックだったら倒してたんだけどな。ちょっと惜しかったな今。あ、でも関係ねえや。
よし、運はいいぞ、運はいい。プレイングミスはあったけど、運でカバー、そこは。そこは運でカバー。ってことはもうプテラいらない説あるな。結構粘ってるね。粘り腰だよ。俺のポケモンは粘り腰だ。粘りを見せるぜ。及び腰だ、俺のポケモンは。プティエラじゃなくて、カイリキー。カイリキーの攻撃耐えると思うんだよね。またドガス。鬼火。あ、いいのか、こんなことして。カビゴンとかに取っとけばよかったか、っていう思いがあったけど、後出しできないし、どうせ。これでいい。しかもこっちの方が早い。またドガスは意外と早いんだね。またドガス60族で、カイリキーが55と。根性だったらやばかったな。そっか。いや、ただ全然まだ、全然まだ楽観できない状況なんだが、クリアスモック。ただ相手ピクシーカビゴンなんで、バタフリーで積んでいけばいけるという。お、倒したし、強えな。またドガス、これワンチャン。またドガスピクシーだな。問題はピクシーは抜けないんで、カビゴン来る。ピクシーは、ピクシーとマタドガスは同速なんだ。カビゴンはもちろん抜いてるんで、鬼火そろそろ外しそうだな。ただここで当ててくれるのが俺のマタドガスちゃん。美味しいぜ。ここ痛み分けでよかったが、しょうがない。今のはしょうがないよ。さすがに鬼火でしょ。そしたら痛み分けでこれマタドガス劇場が始まってしまう。もしかしたらピクシークリアスモック嫌ったのかな。積みポケなのか。積みポケだろうけど、大体は。呪い、あー眠りそう。眠りそうなカビゴンだな。どうすっか。眠りそうな場合は、変えとく。眠るんだとしたら、ここで眠ってくるはず。ピクシー、カイリキだったら、もう、違う、ピクシーカビゴン相手残ってるとしたらもうスターミはいらない。眠ってくるとしたらここ、ここか次、ここか次なんだよな。スターミ捨てて、スターミ捨てでいくか。いや、もうちょっと様子見よう。眠るないかもしんないから、クリアスモックで呪いのあれを消そう。眠りがない可能性全然あるからな。あるある、眠りありました。じゃあ次の眠るタイミングで、どうしようかな。次の眠るタイミングでバタフリーに変えるか、それともスターミーに変えて自己再生しとくか。まあここは痛み分け。置いてぐね。クリアスモック、クリアスモックは必中なんでね。小さくなるピクシーにも有用ですね。急所何気にうまいかも。眠るのタイミングが早まることはいいこと。相手ののしかかりでまひったらやばいな。目覚まして、のしかかり、まひるな、まひるな、まひるか。まあここまで鬼火当ててくれたからな。まあ鬼火やることは変わらない。引っ込める、ここで引っ込める。ピッピか。鬼火当ててかったなぁ。どうすっぺこれ。
カビゴンでしょ。またドガス残しておきたいんだよな。プテラ処刑するか。どちらかというとスターミー粘れるからプテラ処刑して行こう。うん。またドガスはカビゴンに当てたいし、まあステロ今入れたってしょうがないんじゃないかな。どちらもあれだ。あ、これ耐えるな。耐えていく。おっしゃ、火傷しない。オッケー。ここはステロだろ。このピクシーアタッカーなのかな、火炎放射ってことは。雪崩でもいい説あるけど、雪崩でもいい説あるけど、雪崩でもいいかねえ。そんなステロとかゴミのようなダメージより岩雪崩の方がいい気がする。どんぐらい食らうか。このようにして相手の技努力値分配も見ていく。こんだけ入るってことは、ムブリプテラでこんぐらい入るってことは、つまり相手はわかりません。そうだな、火炎放射ゼロしてもいいけどね。削っとこう。このピクシー突破したいから。天然だったらね、詰めないんで、バタフリー。素で攻撃するしかない。オッケー。いいね、いいね、いいね。乗ってる、乗ってる。運に助けられてるよ。波が来ている。よく粘ったな、カビゴン。カビゴン死んでから。まさかこんなに粘れるとは。うちのメンバーが。諦めなければ夢は叶う。いや、まだ勝ったわけじゃない。まだ笑うなよ。さざめきで倒せる。今一つだけど。さざめけ。んで、カビゴンなんだけど、どうすっか。カビゴンどうすっかな。まあ、どうにでもなるっちゃなるんで、大丈夫だとは思うんだが、んー、ちょっと心配。おじさんちょっと心配なので、のしかかりが怖いので、ここはまたドガスに変えて、相手が眠った時に、眠るターンでバタフリに変えて詰む。呪いね。だよね。それ怖い怖い。これで痺れ連打が一番怖いですね。全然負けがある。全然負けがあるんだ。痺れるなぁ。やばいね。鬼火さえ負ければ。鬼火巻いても、いや、鬼火だろう。ここ鬼火当てるのが必須条件かな。外せじゃねえや。当てろ。よし、当たった。これ、のしかかり耐えてくれる？君。君耐えてくれる？ここ寝るんじゃないか？いや、寝てくれたら願ったり叶ったりだよな、逆に。痛み分け、どっちにしろ痛み分けだ。耐えろ、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 耐えてくれ。うおぉ耐えていく。美味しすぎる。ここ痛み分けじゃない？これ絶対寝るじゃん、痛み分けじゃない？そんな及び腰でいいの？ここで痛み分けするみたいな。いや、だってさ、バタフリーでね、2回積んでも、バタフリーに変えて蝶の前2回積んでも虫のさざめきで、ゴミみたいなダメージなんだよね。だったら、
次のチャンスを、次のチャンスにやろう。博打はもう打たないよ。まあ、PP 切れまで待つっていう作戦もあるし。元気になって眠り始めて、ここは、この2ターンを使って、この2ターンを使って、スターミーを自己再生させるか？そうしようかな。スターミー自己再生して PP 切れ狙おう。狙えないな。PP 切れ狙えないか。呪いをガン積みされたら、厄介だしな。こう自己再生。自己再生。寝る。あ、ちょっと1手遅れた？いや、遅れてない。自己再生、寝てる。あれ？寝てる？自己再生寝てるで。アタタバスに交換で。あ、でもちょっとやばいか、これ。ごめんね、戻すわ。ごめんね、戻します。戻す。まあ、このターンの消費で、PP が減らないっていうのは、いいんじゃないですか。いいんじゃないでしょうか。クリアスモック。あー、もうこれきついなー。のしかかり。あー、そっか。クリアスモックしちゃった。鬼火だった。あー、ダメだ。ちゃんとしないと。鬼火。動けよしやばい。耐えろ。くー、耐えんのか。闇明けだな。耐えろ。さあ、耐えないか。あー、ちょっとやらかしたな、今な。余裕こきすぎた。どうしようかな。スターミーで小さくなる連打。アタフリーの方が可能性高いですね。眠らせて、蝶の前2回積んでさざめき。で、いけるかな？どうだろう。やばいなぁ。これは。と今、心の緊張がほぐれて、無駄なクリアスモックをしてしまったのがちょっと、ダメだったな。まあいいや、このバタフリーにかけよう。ずーっとね、マタドガスで居座ってれば、よかった説あるよね。それでもいずれ痺れの、あれは来るし、相手が眠ってる以上 PP 切れは望めないっていう。のしかかりぐらいは耐えてくれると思うよ。我が輩はそう思う。冷めるな！よしよし。いいぞ。これはいけるんじゃない？割と、さざめき。のしかかり耐えて、まひんなければ。てか、これで倒せ倒しきれ！いけ！か、無理だ。え、これ、倒せるの？え、耐えろよ。よし。眠らせ。97% だけどね。97% だけど眠らせよ。うん。さすがにこれ眠れ。眠っとけよ、お前。よし。
これで次に目を覚ましても、虫のさざめきで死ななくても、次に目を覚ましてのしかかりでバタフリー死んでも、スタミで倒せるし、倒せ！よっしゃ！はぁ、緊張！緊張した。じりじりとしたこの、相手超悔しいだろうな。ていうか相手は結構あれか。相手はあれか。ああ、もう言葉が出てこない。久しぶりにこのポケモンバトルでここまで痺れたのは、久しぶりだわ。相手をね、最初有利に運んでて、で粘られて、負けるかなと思ったけど、カビゴンが強くて、そこね、相手としたら、あれか、カビゴンがよくやったって感じか。ああ、疲れた。長、30分も試合したし。はい、パーティー紹介の方していきたいと思います。お相手は、なんだっけ、季節風小吉です。レアコイル。電磁波電磁ウイラスターカノン10万ボルトということです。非常にタイプも優秀で、特性頑丈も優秀なので、ステルスロックが巻かれていない状況だとかなり、2回行動が約束されるので、非常に嬉しいポケモンです。で、CS ブッパの臆病のアタッカーと。まあ、こいつは70族、素早さ70族は、初代クラシックスでは、まあ、結構激戦区なので、まあ、70族では、ウツボット、ジュゴン、ニョロボン、バタフリー、パルシェン、レアコイル、イワークとかいうね、ゴミポケもいますが、結構ここら辺激戦区でね、70族抜き、みたいなね、そういうのもあるんじゃないでしょうか。うん。パルシェン抜きみたいなね。まあ、なので、CS ぶっぱでございます。ラスターカノン、10万ボルト、まあまあまあ、それは決定事項で。まあ、電磁波っていうのはあんまり使わなかったな、ぶっちゃけ。まあ、あって損はないかなと思ったんですが、メザ氷あたりにしといた方が、もしかしたら、海流を意識するのであれば、良かったかなと思います。まあ、こいつで海流を、なんとか、することはなかなかできないんでね。素早さも、負けてる。まあ、どうかな。それはわかんないけども。陽気海流も多いんじゃないでしょうかね。なんで。まあ、電磁波は、あってもなくてもよかったかな。まあ、こいつは、とりあえず、ゴローニャがね、プテラとゴローニャが対峙することになるとまずいので、まあ、初手ゴローニャに出していって、電磁浮遊かまして、うん、ラスターカノンで、通る技ねえぞ、つって、相手は通る技ねえぞ、つって、電磁浮遊を忍ばせてるわけですけれども。はい。まあ、あんまり使う場面はありませんっていうか、ゴローニャがあんまりいなかったっていうね。いなかったっていうね。まあ、そんな感じです。まあ、メザ氷入れた方がよかったな。海流。うん。海流を、枯れないんでね。結局、激鱗に耐えしないので。うん。無振りだとね。まあ、そんな感じかな。海流に、竜舞を積まれた場合は、マタドガスで対処するか、マタドガスによって、激鱗を固定させて、この、レアコイルで、電磁波から10万で狩るしかないという、悲しい出来事ですね、それはね。うん。まあ、そんな感じです。そんな感じにしときます？うん、ここで行く。クラシック。痛いよやめてよ、メリケンサック。みんなもポケモンゲットじゃぞー。